皆さんこんにちは。今は2023年5月なんですが、今年のゴールデンウィークも終わって軽井沢ミーティングが近づいてきました。今映像で映しているものは去年のものですが、参加の申し込みが多くて抽選で当たらないと参加できませんでした。去年申し込んだら運よく当たったので、自分も初めてロードスターミーティングに参加してみました。このように展示も兼ねて駐車をしたんですけれども、レストアで新しくなった部分を見てもらうように小さい札をつけて車を置いておきました。今画面に出したこんな札ですが、見られた方もいるんじゃないかと思います。去年は第二駐車場だったんですけど、今年申し込んだらなんと第一が当たりました。聞くところによると今年は倍率が3倍近くあったらしいんですけども、無事に当選したので参加する予定です。去年と同じように駐車しつつ展示みたいな形にしようと思いますが、この1年間で多少レストアも進んでいるので、そのあたりが見れるような形にしたいと思います。今回の動画では先取りで進化した部分を紹介します。まずは外観から見ていきましょう。ボディにはガラスコーティングをしたので、ツヤのある皮膜が1枚乗っかった感じですね。このツヤツヤ感はすごく満足しています。購入した当時にはこのようにクリアハゲがあったんですけども、それも綺麗に直しました。ボールペンして研磨して、でさらにガラスコーティングをかけたんですけども、購入した時とは見違えるように綺麗になりましたね。去年はトランクにひどい花粉じみがついていたんですけど、それも綺麗に修復できました。これはガラスコーティングを施工しているところですが、一番肝となるのは拭き取りですね。多くのガラスコーティングは塗ったらすぐに拭き取るんですけれども、拭き残しがあるとこの丸で囲んだところのようにムラが出てしまいます。ガラスコーティングの場合はムラがこのまま固まっちゃうんですよね。コンパウンドで根気よく磨いたらなんとかムラを消すことができたんですけども、でツヤもあるんですが、もしかしたらガラスコーティングが少し剥げてしまったのかもしれません。この車リアウィングとキャリアが付いていたんですが、ちょっと子供っぽいので外すことにしました。キャリアは簡単に外れるんですが、ウィングはトランクに穴を開けて固定しているので、それを埋めなければなりません。以前も使ったレンタルガレージに行って、パテを使った穴埋めと再塗装をしてきました。先ほど話をした花粉じみは熱をかけても取れなかったので、結局研磨して落としました。樹脂パーツは最初はメラニンスポンジでこすってきれいにしていきます。その後に無塗装用パーツのコーティングをしました。これだけで古ぼけた感じがなくなって車が若返りますね。NA ロードスターの特徴でもあるドアノブですが、かなりメッキが劣化していたので、ここはもう新品に取り替えました。これでボディワークの仕上げは完了です。30年前の車ですけど、結構ピカピカになりました。インテリアの現状はこんな感じです。見た目では去年のミーティングとあんまり変わってないですが、車の年式を考えれば結構綺麗な方かと思います。購入当初はこういうステッカーがたくさん貼ってあって、あとダッシュボード自体も結構劣化していたんですけど、何年製のシートを貼って綺麗に仕上げました。これはその時の様子ですが、ダッシュボードを1回取り外して作業を行いました。ハンドルはナルディの革製に変えられていたんですけど、結構ボロボロだったんで、ヤフオクで購入したウッドハンドルをレストアして取り付けました。あと元々ついていたハンドブレーキはペンキが剥げてるし、灰皿も結構劣化していましたね。ハンドブレーキは塗り直してラッカーで仕上げて、灰皿は割れてる部分をパテで修復して塗り直しました。オーディオは MD とカセットテープの組み合わせだったんですけど、もう再生できるメディアがないので USB メモリーと Bluetooth が使えるタイプに変更しました。オーディオの下にはシートヒーターのスイッチをつけました。
これで真冬でもオープン走行をなんとか楽しめます。シートはカバーがかかっていたんですけど、その下の本革シートはもうボロボロでしたね。内側のクッションも結構へたっていたので、ウレタンシートを貼り付けてかさ増しをしました。で、新しく買った表皮をかぶせるんですが、この時にシートヒーターも入れ込みました。シートの仕上がりはこんな感じです。これはシートベルトを洗ってるとこなんですけど、想像以上に汚れてんですよね。水の汚れ方が半端ないです。洗浄後はベルトもスルスル戻るようになりましたね。グローブボックスは遮音用のフェルトを貼ったのと、 ETC もこの中に移しました。エンジンルームはエンジン本体とオルタネーターを除いて水洗いをしています。ピカピカというほどではないですが、まあそれなりに綺麗だと思います。こういう筆は細かいところを洗うのに非常に有用ですね。エンジンルームの掃除でも大活躍しました。以前エンジン本体に水をかけたことがあるんですけども、エンジンプラグの方に水が入って不具合が起きたんですよね。なので水洗いは周りだけにしています。こういうゴム類はラバープロテクタントを拭いておきました。エンジンルーム全体を見渡すと、やはりヘッドカバーをもう少し綺麗にしたいですね。まあ鏡面まではいかなくてもいいんで、今度磨いてみたいと思います。タイヤはシュワラスターのタイヤワックスを塗っておきましたが、まあこれはあんまり持たないんで、ミーティングの前にもう一度塗ろうかと思います。CC ウォーターゴールドをホイールに塗っておきました。これガラスコーティングするとどうなるか、今度ちょっとやってみたいんですよね。下回りもいろいろとやったんですが、これはミーティングではお披露目できないですね。今作業しているのはブッシュ交換なんですが、サスペンションのアームを全てバラして、そこについているブッシュをギアプーラーを使って入れ替えました。乗り心地は大きく改善するんですけど、見た目的には何も変わらないので、軽井沢では札を貼っとくぐらいしかないですね。サスペンションをばらしたので、アライメントも取り直しました。独学でやっているので、果たして正解かどうかよくわからないんですけれども、まあ乗っててそんなに違和感ないので、多分大丈夫だと思います。次はボールジョイントブーツの交換ですね。これが破れてると車検が通らないんで重要な部品なんですけども、まあ、これも見た目的には全くわからないです。ただ昨年と比べて変化したという点で動画に残しておきました。エンジンマウントの交換はこれも外観的には何もわからないのと、あと実は昨年もうすでに作業していたんですが、乗り心地の効果が絶大なので、あえてもう一度紹介したいと思います。NA や NB のみならぜひやるべきですね。今取り出したのが新品ですが、古いものと比べると厚さが2割近く違うんじゃないかと思います。これギアの入り方まで改善されます。これまでの作業で軽井沢ミーティングに向けてかなり車が整った感じですね。内装も外装も年式からすれば随分綺麗だと思います。あとはもう少しホイールが綺麗になればさらにいいかと思います。後ろ姿もウィングが取り外されて結構大人っぽい感じですよね。ということで今回の動画はここまでです。もし会場で見かけたら声をかけてもらえるとありがたいです。